2018年の J プロツアー第15戦矢板片岡ロードレースが栃木県矢板市の石関周辺に設定された1周 10.7 キロの公道特設周回コースで開催されました。コンディションは、良いです。ちゃんと戦えるコンディションになっていると思います。特に下島と西尾、あと岸と樋口が今チーム内で、勝負できるコンディションにあると思うので、この4人を中心に、最後、戦えればなと思ってます。もう展開はちょっと読めないんですけど、まあ、そのコンディションのいい4人がうまく、勝負できるように、去年みたいなあのゴールまで行く勝ち逃げができたとしたら、その4人を、まあ、2人ぐらい入れて、勝負したいなと思ってます。はい、もう栃木の県北のレースということで、コースの試走も行いましたし、ブラゼン応援してくださる方が本当にたくさん来ているので、その中で、最高の結果で皆さんに、喜んでもらえるように、恩返しがしたいなと思います。初開催となった昨年はメイン会場だった JR 片岡駅の西口ロータリーもコースに組み込まれた今年、九州回 92.7 キロで当初は開催の予定でしたが、猛暑を考慮して1周回減収、8周回 85.6 キロでの開催となりました。猛暑の中でも黙々とウォーミングアップをする各チームの選手たち、このレースの後はおよそ1ヶ月の中断期間に入ることもあり、誰もがいいイメージと結果でレースを終えて中断期間に入りたいところです。ランキング上位選手を前列に整列した選手たちがスタート。ニュートラル区間を終えてリアルスタートが切られると早速2名の選手が先行しますが、すぐに集団に吸収されます。一つになった集団では激しいアタック合戦が繰り広げられる展開になりますが、一つの集団のままレースは2周回目に入ります。2周回目に入ると島のレーシング小山選手と中田選手、マトリックスパータグ安原選手、エカーズ渡辺選手の4名が逃げ集団を形成する展開に。後方からは本田栃木平塚選手がブリッジをかけようと飛び出しますが届きません。一方のメイン集団は宇都宮ブリッツェンが先頭に立ってコントロールする展開になります。
その後しばらくレースは4名の逃げ集団と宇都宮ブリッツェンがコントロールするメイン集団という状態のまま進んでいきます。4名の選手が現在逃げとなっています。ここでコントロールラインを通過しました。小野寺玲選手の新しいですね、小野寺ライダーコースが映し出されているバッグでした。飯野智之選手が先頭ですね。宇都宮ブリッツェンの飯野智之選手が先頭で通過していきました。さあここ渡辺選手が先頭、そして安原選手、中田選手、中田達也、安原大輝、そして小山隆弘、渡辺は井上、この4名が35秒とかだったと思いますけれども、松田選手が途中でちょっとこう、上手に攻めていこうですね。宇都宮ブリッツェン岡選手と雨澤選手がメイン集団からアタック、2名で逃げ集団へのブリッジを試みます。この2名の動きにメイン集団からはマトリックスパータグ佐野選手、弱虫ペダルサイクリングチーム小田選手、ナスブラーゼン岸選手と樋口選手が反応して追走を開始。岡選手と雨澤選手が逃げ集団に合流し、逃げは6名に。さらに追走の4名も逃げ集団に合流しようという状態になります。後方からメイン集団も迫る中、逃げ集団から岡選手がアタック、単独で逃げる展開になります。ロードチャンピオンシップ単独で逃げる岡選手に対し、メイン集団はマトリックスパータグが集団先頭に立ってコントロールを開始。シマノレーシングもコントロールに加わって逃げる岡選手とのタイム差を測ります。ペースを刻んで逃げる岡選手に対してメイン集団はエカーズやビクトワール広島も先頭に出てペースアップを開始。タイム差が少しずつ縮まっていく展開になります。
岡選手の吸収に向けて活性化し始めたメイン集団。各チームが積極的な動きを見せるようになる一方、逃げ続ける岡選手はメイン集団が迫る中、単独で最終周回に入ります。最終周回に入るとコリーナ矢板のアップダウン区間の上りでついに集団が岡選手を吸収。集団では勝利に向けた攻撃の掛け合いが始まります。立て続けの攻撃に集団はどんどんブラッシュアップ。先頭は9名の選手に絞られます。先頭の9名は宇都宮ブリッツェン鈴木譲選手、鈴木龍選手、雨澤選手、島野レーシング入部選手と木村選手、マトリックスパータグ土井選手とアイラン・フェルナンデス選手、ナスブラーゼン西尾選手、リオモベルマーレ米谷選手。各チームともに牽引と攻撃を繰り返す状態の中、残り1キロを過ぎたところで雨澤選手がペースアップ。最後のスプリント勝負を迎えることになります。最終コーナーをクリアしてスプリント勝負になったレース。最後は入部選手、フェルナンデス選手、鈴木龍選手による三つどもえのバトルとなりましたが、僅差で鈴木龍選手が先着。鈴木龍選手は前週の石川サイクルロードレースに続き今シーズン2勝目。宇都宮ブリッツェンは前日の優勝も加えて3連勝を達成しています。すごい嬉しいですね。今回、地元のレースということもありますし、3連勝がかかったレースだったので気合い入ってたんですけど、勝てて本当に良かったですね。今日のレース展開は、複数のプランを用意してて、このままレースが進めば僕のスプリントで勝つみたいな感じだったんですけども、最後はチームがうまくまとめてくれて、途中攻撃も入れながらレースを動かして勝てて良かったですね。はい、今回はたくさんの方々に応援していただきありがとうございました。またレース期間中が空いてしまうんですけども、後半戦に向けてレース頑張りますので応援よろしくお願いします。